なので始まりました森田さんチャンネルです。さてですね、今回はですね、また紐の長さが、はい、学習者に戻れますよっていうお知らせですね。はい、自分自身、まあ英語の指導者としての時間が圧倒的に長かったわけですが、もちろん指導者としての時間はあるんですけど、学習者としての時間ですね、そちらがゴンと増える年にしたいなっていうのが目標です。はい、まあ今までね、いろいろと指導者としては動画いっぱい出してきたんですが、勉強する人としてもっともっと配信していこうかなと、もっともっとね、動画出していこうかなと思います。わかんないです、あの勉強配信とかやるかは全然決めてないですけど、参考書自体もね、いっぱいもあるので、トフルとかトイックとか様々なね、ルート決めるときにあったんで、いろんなのちょっとね、やっていきたいかなと思ってますね。で、まあ、引き続き入試問題をね、解く時間っていうのはあると思うので、まあ、新たなね、入試が行われれば、それを解いていくっていうのは変わらず行っていくと思います。まあ、そんな中ね、どんな感じでやるのかを、ちょっと話そうかなと思いますね。まあ、具体的にどうやってやるのかっていうんですが、まずやっぱね、ニュース見たりとか、新聞読んだりする時間を増やします。これはもう、やっぱだいぶ減ってしまったので、これ毎日ちゃんと撮ろうと思いますね。まあ、CNN や BBC を毎日昔は見てたんですけど、今だいぶ減ってしまったので、その時間をちょっとね、戻したいかなと思います。なんで、必ず毎日ある程度世界のニュース見ようと思います。昔はね、あの NHK のね、7時のニュースとかも必ず見てたんですけどね、副音声でね。まあなかなかね、時間取れなかったし、授業に行っちゃったらね、それでも、見れないっていうのが多かったんですけど、まあ今はね、ネット社会なんで、どこにいても見れるし、ちょっとやっぱニュース見るのを増やそうと思いますね。あとは新聞、はい、英字新聞もちゃんと読むようにしたいと思いますね。積読的になっちゃってたんで、だいぶ読む時間がなかったんで、だいぶ時間に余裕ができてきたんで、ちゃんとね、ニュース新聞の読む時間をね、どれぐらいかまだ決めてないんですけど、ちゃんと決めて読もうと思いますね。で、そこで得た、まあ、時事の知識だったりとか、あ、この表現いいなって思ったら、まあ、バンバンね、紹介していこうかなと思いますね。まあ、YouTube ショーツってね、今短いやつもありますから、それでいろいろと出せる機会も多いと思うので、まあ、ちょうどね、メインチャンネルの方では今日は出てると思うんですけど、雪の結晶のやつね、はい。雪を浴びながら動画出してますので、まあ、そちらも見ていただければと思います。そういう感じで、まあ、どんどんね、動画上げていければいいなと思ってますね。で、プラスで、やっぱ映画とか、ドラマとか、そういうのをもう一度見始めたいなっていうのがありますね。やっぱ全然時間なくて見れてなかったんで、やっぱ映画ってなると、こう2時間ちゃんと時間を取るとかっていうのがすごく大変だったので、そういうのもできるようにしていきたいなっていうのがありますね。あとは、オンライン英会話。これもちゃんとやっていこうと思ってます。まあ、毎日。は、なかなか難しいかな。うん。時間的にはいけるかもしんないけど、なんかこう、やっぱね、陰キャなのでね、あんまり。まあ、週4日目指してやろうと思います。多分ね、なんか木、金、土、日ってなっちゃいそうなんだよね。やんなきゃってなってからやるタイプの人間なんで。まあ、ただ面白いんでね、いろんな国の人と話すのは。この間もシンガポールにいる日本人なんだよね、一応ね。生まれてから15歳まで日本にいた。って言ってたけど、その完全にアメリカアクセントだったんで、その後アメリカ行って、その後シンガポールって言ってて、すごい面白い人でしたね。そうなんだ、英語もできるし、日本どうなのみたいな言ったんだけど、いやー、知ってるでしょ、でも日本ってさ、ちょっと子育てに向かないじゃんって言ってた。あ、そうなんだと思いながら、シンガポールの方がいいんだと思いながら、そういった話とかもしましたし、まあいろいろ本当に時間とって、でやろうかなと思いますね。まあ、いろんな、あの、英語のね、勉強するやつ、まあ、昔、ディクテーションとか、シャドーイングとか、いろいろやってたんで、そういうのも復活させたいなって思ってて、で、英語のテストなんかも、これからちゃんと受けていきたいなとは思ってますね。で、まあ、今、教えてる関係もあって、TOEFL の参考書やったりとか、IELTS の参考書やったり、この間は、あれもやったね、TOEIC スピーキングの参考書もやったりしたんで、いろいろと、ああ、懐かしいなと思いながら。ただ、まあ、ライティングだよね、一番の問題は。これどうするかだよね。きちんと時間取ってやるしかないんで、ライティングに関しては。で、添削してもらわなきゃやっぱいけないと思うんで、その添削っていうのも含めてね、考えてやっていかなきゃいけないなと思って。まあ、そのオンライン英会話の時に添削してもらえるんで、ああ、まあ、これ結構いいかもしれないなと思って、それやってこうかなとも思ってますけど、ただまあ、オンライン英会話の時やっぱ喋りたいんでね、
喋る機会を少なくしてしまうのはそれはそれでもったいないなと思っているので、ちょっとね何かしら考えないといけないなと思っててやりたいと思いますね。まああと国連英検もちょっと変わっちゃったりもしてますし、あ、そういえばトイックスピーキングも変わりましたね。ちょっと取材形式変わってるんで、また受けなきゃいけないなと思ってます。いろんな勉強の方法あると思うんで、ぜひですね、皆さんにね、こういう風にやってほしいとか、この試験受けた方がいいんじゃないですかとかね、こういう感じでやってったらいいと思いますよみたいなね、のをもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、こうやってほしいみたいなね、アドバイスですね、後ろにアクセントもらえればね、ね、ちょっとやっていきたいなと思ってますね。まあ、トイックは引き続き受けていく。で、プラスで別の試験の対策も何かしらしようかなと思ってます。まあ、どっちにしろ参考書は読んでいくので、まあ、いわゆる竹田塾イングリッシュもルートを作ったじゃないですか。で、そのルートで、ここはこうした方がいいとか、いわゆる進めるときですね。この参考書をこう進めるときに、ああ、こうした方がいいなとかっていうのは結構あったんですよ、読んでって。そもそももうTOEFLとかIELTSってチョイスがないので、もう選べないんですよ。もう、これしか売ってない。でも、この参考書のここの部分が良くないってなってもう替えがない。じゃあ、その参考書でやるけども、その参考書をよりよく使うための補助みたいなのを考えてるんですね、今ね。ほんとね、トフロアイルスはないんで。だから、ここをこう使った方がいいとか、ここをこう改善した方がいいとか、あとは、多分この部分にはこう記載されてるけど、こういう考え方もあるよとか、こうした方がいいよみたいなのを、多分いろいろとリスト化というか作っていかなきゃいけないと思うんで、自分もね。それはね、すごい自分自身がやって、その実際参考書思ったんで、そういったことを多分いろんなまとめをしていくかなと思いますね。はい、どうですか？皆さんはどんな感じでやってますか？あとはね、そう、ぜひ目標をね、今年こんな風にやってきますみたいなのをね、書き込んでいただければいいんじゃないかと思いますんで、ぜひともお願いいたします。コメントで。だから、ね、一緒にちょっとね、勉強していきましょう、今年は。学習者として頑張っていきますね。あ、もちろん数学もやりますんで、はい。英語だけじゃなくてね、全然やる時間はあるので、あとはこう、まとまった時間をね、きちんと取って、こう、勉強していくっていうのをちゃんとやる感じかな。まあ、びっくりするとやっぱね、メールとか、返事してるだけとか、メッセンジャーで仕事の対応してるだけで、やっぱ何時間ってなっちゃうんですよね、一日の。これがね、びっくりした。自分自身も。こんなに時間かかるんだ。まあよく聞いてはいたんですよ。会社員の人とか、メールの返事とかするだけで1時間とか余裕で経っちゃうんだよとかって聞いて、そんなことあんのかよって思って、まあ、メールのインボックスがもう100いくつとかあって、で、それを見ていらないとか、ああ、これには返事しなきゃとかってやったりするだけで、とんでもない時間がかかるから、ね、メールを使う時間とかを減らさなきゃいけないみたいなのはよく聞いたりするし、スピーキングテストかななんかでも出たことあるんですけど、トイックだったかな忘れちゃいましたけど、そんなことあんだと思ってたけど、いざ自分がいろんなプロジェクトをダーッと抱えると、本当にそうなるんですね。まあ、特に今経営もしてるから、いろんなとこといろんなやり取りしなきゃいけないんで、まあ、確かにこれは、ね、会社の社長さんとか別のなんかこう対応する人が必要とか、秘書が必要とか、受付が必要とかっていうのはね、非常によくわかりました。痛感しております。確かに全部自分でやるのって大変ですね。分業しなきゃいけないなっていうのは、とっても思いました。って感じです。なんで、これをね、なんとか減らして。で、まあメインの時間は、あった時動画編集です。動画編集してる時間が、あった時にあって、で、動画撮影もあるんで、でまあ最低でも3時間半は絶対撮っとかなきゃいけないんで、編集のために。で、撮影で、まあ30分くらい。だから4時間。1日4時間は、仕事の時間として撮って、で、その後、いろいろ、びっくりしたんですよ。動画の本数すごいんですね、出してる。気づかなかった。まだ今は、リューテラちょっと休んでますけど、前は、週1出してたじゃないですか。で、メインチャンネルが7本あって、サブチャンネルが7本あって、ということで、これ15本じゃないですか。で、メンバーシップ用のトイック動画があって、で、メンバーシップの週1の何かしらの動画があるんで、だ17本普段ね、出してたんですよ。毎週。やばいですね。それでね、ショーツとか、週2とか出してたら、18本、19本とかですからね。それぐらい毎週作ってたってことでね、驚いてます。ちょっとまあ、ユーテラの方もね、何かしら短い動画だったりとか、そう、ちょっとお寺のね、撮影の日程とこう、ヒラさんが合わなかったりしてて、ユーテラ撮れてないんでね、動画自体がね。ちょっと自分で上げてったりとか、まあ、あと過去にまだ、取っといてあるものもある。そちらやっていきたいと思いますんで、はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、一緒に皆さん勉強しましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.